ちは、みやぼです。みやさんです。つみです。ちゃんと言って。つみです。よろしくお願いしま す, お願いします。はい、ということで今日は3人でエクスカリバー神かこちらを使ってみたいと思います。はい、ちょっともうね、みんな使ってね、強さは分かってると思うんですけど、改めてちょっと僕の動画でもね、エクスカリバーの強さを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。性能はこんな感じで、友情がね、砲撃型のこの新友情オートジャベリン、これがやばい、マジで強い。プラスサブで放電も持ってしまっていると。まあまあ今年もこいついれば、まあなんか一安心なところはあるキャラでございます。まあぐちぐち言ってもしょうがないんでやってみましょう。よし、まずはイザナギ。まあワープなんで、とりあえずイザナギでちょっと、まあこれもうマジでさっくり勝ちます。よし、まあ使えば強さがね、もうほんとやばい。で SS 端子を持ってるんで、で SS がね、カブトンゴールっていうオートジャベリンなんですよ。なこれ。おい、そう、何これなの。そう、とりあえず何これってなる。マジ何これなの。ここまさか一旦で滅ぼせるのか。一旦はさすがに。どういやー、やばい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 、3体やばいやってんの。ここ結構 HP やばいね。もうどうなってるっつうのは、なんか衛星弾みたいにまとってるあれが、あれを敵に飛ばすんですよ、オートで。オートエイム、だからオートエイムだよ、つみちゃん。チートだね、大好きな。使っちゃダメですよ。そうそう、チートなのこれ。チートやん。そう、オートエイムチートだ。え、何発飛ばすんですかこれ。何発だろう。ごめん、そこまでちゃんとチェックしてね。ここ踏んでるのにいいんだけど。何発だ。 5か6 8。どうだった。そんな飛んでないか。まあね、説明なんて書いてあった。これもうね、あれなんだよ、もう体感だからさ。見え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 、12ぐらい打ってるな。めちゃくちゃ打ってるな。やっぱ6ぐらいか、うん、1体につきまとって、なんかオート で近くの敵を攻撃するから、これ弱点に刺さったりしたらやばい。強い、や強いんですよこれが。もうほとんどのクエストを終わらしている。ほとんどではないけど、ほとんどなのかな。ほとんどって言っていいレベルな気がするこれは。ああもう、ああああああ、なんだこれ。おおっ、おい、じゃバリアもついてるのか。一応でこのバリアも強いんだよね。だから友情ロックも防げるじゃん。そっか、めっちゃ噛み合ってるんだよね。おおおお、水っすよ。やば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 、弱点に、ね、今最後の方しか当たってなかったけど、もうとんでもないんすよね。とりあえずまだダメージ食らってない。で、SS も壁ドン大号令という夢のようなストライクショットがついてて、なんだその最強と最強の組み合わせみたいなね。すげえ、僕の考えた最強の SS。 そう、僕の考えた最強のストライクショットついに実装されましたって感じだから、マジでとんでもないんだよな。いやこれね、ほんと進化の方もやばいんだけどね。結構どっちがいいか、なんか評価分かれんのかね。どうなんですかね。やる気あんのか。あ、大丈夫、もう、いや、でも強い、やば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 いよね、これ。こんなんが、誰が考えたんだろうな、中の人たちが。そう。これ、これを、ああ、そうだ、そっち飛ぶのね。いや、近くの敵に飛ぶから、まあ、だからビットとかがやっぱ敵になってくるのかな、この HP の高いビット。よし、じゃあボス、まあ、イザナギでは正直今感じ微妙だったね。なんかもっと早いのいるから、まあ、だからね、実際はね、こいつ4体で使うよりは貫通2体とこいつ2体で連れてったらね、バランス的にはいいんじゃないかなって思います。バリアで防げましたね、全てのダメージを。 SS 打ってますね。 SS 打たなくていいよ、もう滅ぼそう。うん、 SS はもう次ので。おお、いいよ、すごい。まあ、燃焼キャラってやっぱね、簡単に使って強いんだよね。当たるだけでシンプルに強いっていうのがね、今回プラス SS も強いで、進化も神化もね、どっちもなんかマジ悩むぐらい強いんで、そこが今回やっぱ気合入ってるなっていうのを僕は感じます。はい、じゃあ次のとこいきます。はい、ということで32回来ました。やっていきたいと思います。
裏覇者32いで今回有利属性相手なので、はい、一応オートチャメにね属性が乗るんでねそこもいい点ですよね。よし行きましょう。じゃあ友情コンボに当たってください。あの友情コンボ通るとかもほんとやばいね。あーこれやばいね。で一応注意はエクスカリバーこれですね、地雷持てないんで、地雷取ったら死ぬんで、なるほど、そこだけ気をつけましょう。了解です。一体当たり、うわー雑魚溶けるね、やばいよ、やばいですマジで。この友情コンボ特に有利属性に対しては、まあ、有利じゃなくてもこの放電持ってることでね、まあ、サブでも放電十分なんですよね威力的には。よっこれ当たれねえな、まあ、はいー、強い。いや一体でもやばいな。やばいな本当に。これは使う、やっぱ手軽に強いな。手軽に強い。大好きだこういうの。この手軽で何でもこなしてくれてる。俺も大好きだねこれは。これは難しいね。あーダメか。まあまあまあ集まってくれたから当たりやすいっていう感じは。でこれ地雷は地雷死ぬんで、これもうやるしかないですね。殺すしかない。お、なるほど、すげえ。オッケー、余裕だね。一応回復もできたね。ほんと、ね、いけますね。やばいねこれ、さすがにやばいね。やばだってこれマジで地雷組んだら死ぬってクエストで、友情が強すぎるがゆえに潰すっていう、ぶっ壊してる、クエストをぶっ壊してるっていう。あ、大丈夫、これコスミス取るから。オッケーオッケー、弱点に刺さなくて、これ地雷が巻かれる。これさすがに倒すよな。バリアで地雷を一回刺しした後にいやもう適正外のところをいけてしまうこいつの強さ、これしばらく塗り替えんの無理なんじゃないかな、こいつの強さを。壊れですね、いわゆる。うん、なんか、あ、やべ、もう最強キャラを考えることないね、こいつだもん。もうなんか議論の余地がないぐらい強い気がしてるけど、個人的には。こいつ超えるやつ、なんか特化してるやつ、超特化してるやつぐらい。ああ、はいはい。もう汎用性もナンバーワンでしょ、間違いなく。やばい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 、おかしい。今弱点に当たってれば終わりだもん、ね、弱点外でこれだけの威力出せるっていうのが、はい、そう、何にももうやばすぎるね。何も考えなくていい、うん、当たるだけでとんでもないっす本当に。もうそれしか言えないわ。うわー、もう一点欲しくなってきた俺。うん、まあでもフレンドと自陣で使う、2体で使って、あと貫通2体がいいと思って、当たりやすいっていうのを重視した方がいい。当たれないのが一番困るからね。じゃあちょっともう一個やっていきたいと思います。はい、珍しく使ってみた3本目の降臨、降臨じゃないステージいきたいと思います。はい、通常の覇者の塔の37回、まあ貴族性相手で、まあ、防御アップとかもう何も考えず触れてるだけでクリアできるんじゃないかこいつだと。あとダメージオールも出てくるけども、溶かしてしまえば関係ないという感じで。あー、ここか、ここ、こうやっていきたいと思います。まあ、ここならワンチャン SS 打てるかなと思って。いやこれたまんないね、多分初ターンで多分全部滅ぼすから。マジこいつ最速まであるな、ダメージオール持ってないけど、こいつ最速まであるね。2体触れたら終了するとか。あ、やばいね、やばいね、やっぱりここをマジでもう終了だね。毎回一ターンで終わるかもしれない。これはってで終わる。あ、これは当たれない。挟まれた、これ抜けれるかな、下がギリギリ。一体当たればボス出しです。 OK、 死んだんじゃない。弱点差でしょ、さすがにそこまでいかないか。まあでもじゃあ防御アップするんですけど、まあ、防御アップももうもはやもう貫通して
あ、もういいね、はい、あ、もう関係ないね、関係ない、関係ない、もう関係ないね。いやなんだか、あーきついよ。ぶっ壊してる。いや、ほんとぶっ壊してるよ。貴族生終了でしょ、マジで。当たりやすいところにいた方がいいか、この列で。あーもう、あーとんでもないね、これギミックないもんね。もうもうギミックなしたね。触るだけ、触るだけ、当たりやすいところに見てくれ、当たりやすいところに、はい、オッケー、はい、3体近いね。いや、ここ最適だね、もはや。もうこれいいわ、楽。うん、楽、めっちゃ楽、楽すぎてやばいな。うわー、やばいな、これこれすごいな、おかしいでしょう。これやってんな、さすがに。やってんな。いや、これ弱点かな。弱点当たってたね。これでバリアも持ってしまってるし、 SS も最強クラスだから、最強クラスかも、最強だろ。 SS みたいな、たまんねえかな。短縮でもうダメだね、もう速攻抜けちゃってるから。ああもうやばくない？俺だって即必殺短縮も してるけど落ちたないね。防御アップするけど関係ないね。な、防御アップ何？だもん。どっか行ったな。そうそうそう。防御アップとは。とは。ほんとやばいな。まあ、だからモンスターストライクはこいつ適正の高難易度をいつも出さなそう。もう友情ゲーじゃなくな、あ、これダメージ。これやばいな。これは。まあ、でも上で。いいね、あ、もうこれ防御ダウンしてしまった日にはしてしまった日にはですよ。もう1個でいい。あ、弱点はそこら辺考えてなかった。まあ、1体で適当にやって、これ250万防御ダウンで、はい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 、まあ終了しますよね。いや、ここ、こいつが一番強いわ。ヒミコとか使ってたけど、こいつが一番強いわ。間違いないですね。間違いない。これ間違いないよね。こいつ一番強いよ。危なくないですね、そんな。危ないとこないね。あ、全員残ってよ。これダメージオール出るんじゃない？やばい。あー。まあでも、じゃあ次 SS 打つよ。うん。こっちの方が面白いか。ね、SS 打ってちょっと。SS 打てましたね。じゃあ行きますか。しかも剣もあるね。で、壁ドン大号令です。なんで、防御ダウンさせてからの、ちょっと壁振りられるかわかんないです。大号令部分を見せることになると思います、これ、一時的に。最初と。で、これはもうほぼ大号令部分と、あと自分の友情誘発だけ。あ、終わった。あ、すごい。はい、ということで。こちらエクスカリバー使ってきました。まあ木のところ大概終わらせるんじゃないかな。特に覇者の塔とか友情がね、思うように通るところとかはね、大概終わらしてる。うん、まあだから、うん、マジでモンスト2だね、うん、始まって新時代の まあ幕は開けてたけど、その、ま、幕開けた中でも、まあこれから時代を筆頭してね、切り開いた、まあ、活躍していくキャラなのはもう間違いないですね。まあ今年1年はお世話になるでしょう。エクスカリバードラタズミちゃん欲しい。シンプルやな。はい、ということで以上でなります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ